今日はね、これ、本日発売の遊戯王最新パック、ワールドプレミアパック2022、こいつを開封していくぞ。こいつはね、ちょうどね、先日発売直前に三原神のね、強化カードが収録されるということで、ビートルーパーとかね、その辺マスターデュエルで使っていたから、結構いっぱい買う予定だったんだけど、さらにちょっと奮発して、今回5ボックスも買ってしまったぞ。さらにエクゾディアね、海外版イラストのなんかプリズマティックシークレットレアのやつが、エクゾディアの全パーツも入っているということで、なんか噂によるとね、1パックに、ね、なんかエクゾディアが5枚入っているみたいな、そういうね、奇跡的なパックもあるということで、こいつは開封していくしかないな。では早速開けていくぞ。では早速開封していくぜ。今回も開封は闇のゲーム方式。レアカードを当てて最も合計金額が高いデュエリストがキングオブデュエリストの称号を得るぜ。そしてキングオブデュエリストには、商品としてこの、森永のチョコチップスクッキー、ホワイトチョコチップクッキーをくれてやるぜ。なかなかうまそうだぞ。いいぞと言いたいところだが、今回ばかりはやはり神のカード、特にオーベリスクを強化するやつが欲しいぞ。俺もね、ラーのやつはウルトラレアなんでね、3枚欲しい。エクゾディアとかもあるからな、楽しみだぜ。さあ、行くぜ、1ボックス目、ドロー。ラテン新書ね、この辺はマスターデュエルで先行実装されているが。光の継承のカード、オメガの裁き。リブロマンサーエージェント、リブロマンサーは新しいテーマだな。行くぞ、ドーロー。ナイトエンドアナミに揃えた。この辺マスターデに来ているが、ライトフラッパー、ビートルーパーが来ている。ラテン新書。オシリスの天空竜、蘇りし天空神のカードが。こいつはね、墓地からオシリスの天空竜を特殊召喚し、その後、互いに手札が6枚になるようにドローするという強力なカードだ。墓地のこのカードを除外して、墓地デッキから死者蘇生1枚を選んでデッキトップへ置き、自分の墓地に神が存在する場合、さらにデッキから1枚ドローし、死者蘇生を手札に加えることができるという、先日発表されたね、三原神の強化カードの1枚。イラストもね、戦いの儀のクライマックスをやった。美しいぞ、そしてアブソリューテイラークル。これ、地レアになっとるが、マスターデュエルだとウルトラレアだったけどな、結構燃費が悪いからね、こいつ。コストがね、4体必要な上に、しかもね、2ターンしか向こうが持たないからな。いきなり神を引くとはなかなかやるね、海馬節王、ダブルキャスター、ディブロマンサープリベント、こいつの中に鉄のサソリを強化できるやつだね。ビートルパフォーメーション、ディブロマンサーライジング。オーシリスを引くとはな、海馬褒めてやるぜ。マジガール。補強良い、ウルトラアスリート。サンガンドム、こいつもね、パラサイトとかね、強化できると。裏側守備表示、リバースが、という感じだから。なかなか面白いカードが多いぞ。当然、神のカードとかエクゾディアも、こいつはリブロマンサーファイヤーのカード。レベル4炎でサイバー種族。手札の儀式モンスター1体を相手に見せることで特殊召喚できる。このカードが特殊召喚成功した場合、デッキからリビロマンサーファイヤー以外のリビロマンサーモンスター1体を手札に加える。こいつの方は本来はリビロマンサーは儀式をやっていくが、手札の儀式モンスターを見せるだけで特殊召喚できるから、なんか リンクとかするらしいけどね、それでいいのかという気もするが。いいぞ、ナイトエンドアドミニストレーター、リビロマンサーファイヤースターター、ライトフラッパー、ペイペックス。の翌日に言うてくれ、シークレットレアだね。真なる太陽神のカード。このカード名のカードは一旦に1枚しか発動できない。このカードの発動時の効果処理として、真なる太陽神を除くラーの翌日流1体、またはそのカード名が記されたカード1枚をデッキから手札に加える。ホルアクティとかもね、理論上は手札に加えられるね。ラーの翼神竜以外の特殊召喚されたモンスターはそのターンには攻撃ができない。結構ロック効果も強力だぜ。ラーには速攻能力があるんでね。1ターンに1度自分メインフェーズに発動できる。このカードまたはデッキからラーの翼神竜ゴッドフェニックス1体を墓地へ送る。その後自分フィールドのラーの翼神竜1体を選んで墓地へ送ることで不死鳥が墓地から蘇るね。非常に強力なカード、シークレットで手に入れて。いいぞ、美しいね。マリックなかなかやるな。残りはオベリスクだけといったところがロックスケール。さすがだと言いたいがさすがだ。オベリスクじゃ俺もそろ引いちゃおうかな。こいつはクーベ。結構かわいいっす。なかなか運がいいね。オメガの裁き。
サンランドムーン。スケリボンこいつも強力だね。ビートルーパーのね、必須カードだね。はぁ、残りが少なくなってきたぜ。まだね、レアカードは眠っているか。お、こいつは儀式モンスター。ドロー、はぁ、リビロマンサー、ファイヤーバースト。このなんかパックの、パッケージを飾ってるやつでもあるが。レベルは2467。リビロマンサーカードにより降臨。フィールドのモンスターを使用して儀式召喚したこのカードは戦闘では破壊されず、相手に与える戦闘ダメージは倍になるぜ。このカードは一度のバトルフェーズ中2回までモンスターに攻撃ができる。自分または相手のモンスター攻撃宣言時、自分の墓地からリブロマンサー儀式モンスター1体を除外して、このカードの攻撃力は200ポイントアップするで、つまりウォークライが。まあ、こいつ自体はまあそんなめちゃめちゃ強いわけではないんだが、リブロマンサーは基本的に儀式モンスターを見せることで特殊召喚できるため、大体には追加の戦闘で破壊されず、戦闘ダメージが2倍になる効果は使えるわけか。そして2回攻撃することで結構いい感じにダメージを稼げるということか。ふぅ、ウルトラレアカードを引くとはなかなかやるな。あともう1枚ぐらいは入っているかな。わぁ、楽しみだね。ウルトラレアカード、スーパーレアグラム1枚ぐらい入ってるかね。おーっと、こいつはマイティーネプチューン結構強力だね。除外されてる昆虫族3体をデッキに戻すことで特殊召喚できて3000ポイントのため。まあデビルドーザーとかね、まあ使った後にポンと出ることで、さらに打点を上げることができるぜ。さあ残り1バックずつだ。多分ウルトラレアがもう1枚ぐらい入っている気がするが、ドロー入っているか。ふん、スティンギーランスのカード。こいつはビートルーパーだね。ふん、主力カードだ。レベル7。自分は相手メインフェーズに墓地の昆虫族モンスター1体と相手の墓地のモンスター1体を対象として、このカードを手札から特殊召喚し、対象のモンスターを持ち主のデッキの一番下に戻す。自分の昆虫族と相手の、ね、墓地のモンスターを戻すからな。ふん、まあ、ハカナとはちょっと違うけどもね。墓地のモンスターを対象にするね、死者蘇生とかその辺に対してチェーンすることで不発にすることもできるぜ。妨害としても優秀だ。さらに特殊召喚成功時にデッキからビートルーパー魔法トラップカード1枚を手札に加えることもできる。うん、展開とね、妨害とサーチと、うん、1枚で3役をこなす。非常に優秀なカードだ。マスターデュエルではウルトラレアだったが、うん、スーパーレア。はぁ、かっこいいぜ。ふーん、やるな、ヨギ。だ、ウルトラヤは俺がいただく。で、あら、ふーん、アビスオーパーのカード。ふん、魚か。ああ、どういうことね。つまり、ウルトラレアカードがこのパックには確定で入っていると思っていいのかね。ビートルーパーか、あるいは、神が2枚目ゲットしちゃうか。どうろ、リブロマンサー、デスブローカーということで、リブロマンサーだったね。レベル6の儀式モンスター。フィールドのモンスターを使用して儀式召喚したこのカードはダイレクトアタックができる。自分メインフェーズに発動できる。デッキからリブロマンサートラップカード1枚を選んで自分の魔法トラップゾーンにセットする。このカードは相手に戦闘ダメージを与えたとき、相手フィールドの表側表示モンスター1体を対象として発動できる。そのモンスターを持ち主のデッキに戻す。ダイレクトアタックしつつね、さらにダイレクトアタックで戦闘ダメージを与えることでデッキバウンスができるためなかなか強力だね。さらにリブロマンサートラップカードもサーチできるため結構なかなか優秀だね。レベル6なため儀式の準備とかにも対応しているぜ。1ボックス目な結果だ。が、俺がね、ちょっとラーを引いちゃったんでね、こいつはシークレットレアということで、まずは大きくリードだね。ふーん、なかなか、だが俺もね、オシリスを引いたからな、悪くないぞ。はぁ、まだまだデュエルは始まったばかりだ。さあ、2ボックス目に行くぜ。俺のターン。ドロー。オメガの裁き。ふーん、リブロマンサー、ギークボーイのカード。はぁ、こいつは、レベル3サイキック族、緊急テレポートで呼んでくれるぜ。手札の儀式モンスター1体を見せることで、このカードを手札から特殊召喚する。このカードを特殊召喚成功した場合に発動できる。リブロマンサー魔法カードを手札に加えられるぜ。リブロマンサーの基本カードだな。ふん、アブソリュートヘラクレス。はーん、強いけどね、なんかこう、日本版のね、ビートルーパーの新規は融合をちょっとサポートしてほしいぜ。次のね、なんかギャラクシーアイズのパクで追加されるかもしれないからな。ふーん、パズル。あー、このボックスもね、神を引きたいね。ウェイペックス。はあ。何光っている。神か。オーシリスの天空竜を降臨させるぜ。はあ、相棒、俺の勝ちだ。蘇りし天空神。ふん、2枚目だぜ。はあ、ビートルーパーも入っているな。おお、3枚は欲しかったからな。はあ、最後のシーンが映っているぜ。相棒は俺を超えたんだ。ふう、やはり神が眠っていたか。あとはオベリスクのみ。
へーほーへーへーへー粉砕玉砕大喝采オベリスクの巨神兵へー粉砕で社会人速攻魔を飼育できたとは思っているな我ながら。さあこいつは自分の手札墓地からオーベリスク一体を選んで特殊召喚する。そしてこの効果で特殊召喚したオーベリスクはいかなる効果もね受けないぞ。相手のやつは自分フィールドにオーベリスクが存在する状態で自分がカードの効果を発動するために自分のモンスター2体を生贄にした場合、墓地のこのカードを除外して発動できる。相手の墓地のモンスターを全て除外し、その後その数かける500ダメージを与えるということで、ふうオーベリスクをね飛躍的に出しやすくしつつ、オーベリスクやソウルエナジーマックスの効果を使うと追加でねダメージと除外を行う非常に強力なカードだ。ふん、2体生贄だからね、まあ、アウローラドンとかあの辺も結構使いやすくはあるんだが、ふん、非常にね、オーベリスクのね、展開と効果の強化という意味で、非常に素晴らしいカードだ。ふん、飼育が引けて嬉しいぞ、美しい。あはやるね、貝バセと。はぁ、こうなるとね、オシリスのね、天空神のカードもちょっと飼育が欲しくなってくるぜ。へえ、この調子で一気にレアカードを一気に手札に加えてくれるわ。ふーん、クーガル。ナーが、俺もね、まあ、ナーが入っている可能性はまだまだあるため。はあ、まだウルトラレアカードは出ていない。来るか。はあ、リブロマンサーデスブローカー2枚目だぜ。はあ、リブロマンサーが今んとこ出ているな。ふーん、ちょっと内容が偏る傾向にはあるが、だが、今のところいい感じだ。非常にな。あはは、神が欲しいね。ラーの抑止に2枚目。ローローマイティネプチューン。さあ、残り1パックずつだ。多分、ウルトラレアカード入っているぜ。ふーん、どれにするか。ふーん。だが、俺が先行はもらう。こいつだ。ドロー。来い。ラーの抑止竜か。あるいはビートルーパーか。ふーん、ならば俺がこいつで引き当ててみせる。ウルトラレアカードだ。ラーの翼神竜ということで、ふーん、引けたぞ。真なる太陽神のカード、ウルトラレアだ。ふーん、ウルトラレアはウルトラレアで、ふーん、美しいぞ。これが最強の神のカード。がははウルトラレアはね、出尽くした感があるが、スーパーレアカードとかあるかもしれないからね。おおっと、湧いたスティンギーランスのカード、2枚目。ああ、いいぞ。2ボックス目の結果だ。俺がちょっと2枚の神のカード、シークレットも引いちゃったし、これで大きくリードといったところか。だが俺も枚数では負けてないぜ。がー、ちょっと次のね、ボックスが楽しみだね。さあ、3ボックス目に行くぜ。ドロー。サン&ムーン。こいつは、ね、相手の表側表示モンスターを裏側にしつつ、自分の裏側表示モンスターを表側にできる。つまり、妨害しながら、パラサイドをリバースできるカードというわけだ。フェイペックス。ふーん、なかなか面白いカードが多数収録されているわけだが。ふーん、スカウトバギー。ふーん、こいつもスーパーレアだ。このカードが召喚、特殊召喚に成功した場合、手札デッキ墓地からスカウトバギーを特殊召喚できるぞ。そしてこのカードが場にいる限り、昆虫族しか特殊召喚できない。ふーん、まあ、これ同盟カードを持ってくるカードなわけだが、墓地からもね、特殊召喚できるということで、2枚目、3枚目以降も腐らないということで、ビートルーパーの大事な初動カードだ。スーパーレアとはな、3枚必須のカードだから、やはり3枚は引きたいぞ。ガハハ、ちょっとね、今までにないカード来ているね。ちょっと偏りがちだが、お、ドラゴンバイプ。はぁ、まだ出てないレアカードが出そうな、そんな雰囲気が出ているな。はぁ、ラーの翼神竜ということで、はぁ、真なる太陽神のカード3枚目か。はぁ、これで3枚揃ったぜ。これでスフィアモードとかな、はぁ、イニシエの呪文を手札に加えることができる。ホールアクティもね、ちょっと届いたらデッキに入れたいぜ。ふーん、神のカードをね、3枚引くとはなかなかやるな。ガハハ、これで3枚揃ったんでね、あとはオベリスクや、その辺を引けていけばというところだが、ジークボーイのカード、リブロマンサーのね、初動カードだね。はぁ、オベリスクやオシリスはスーパーレアだからな、割と当たりやすいような気もするが。ふーん、でもスーパーレアちょっと数が多いからな、意外と当たりにくいというところもある。ガハハ、まあこればかりは運なんでね、パズル。エイベックス。
いいぞということで、ビートルーパーアームドホーンのカード、こいつウルトラレアだね。もともとは昆虫族モンスター2体でリンクに、このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分は昆虫族モンスターしか特殊召喚できない。自分メインフェーズに発動できる昆虫族モンスター1体を召喚する。このカードが墓地に存在する場合、自分の墓地からこのカード以外の昆虫族モンスター3体を除外して発動できる。このカードを特殊召喚する。そしてフィールドから離れると除外されちまうぜ。まあ、ビートルーパーのね、展開の軸となるカードだね。2体でリンク召喚しつつ、手札から昆虫族を召喚。そしてリンク3にしつつ、さらにアームドホーンの効果で墓地の昆虫族3体を除外して、こいつを蘇生して、リンク4のね、インビンシブルアトラスとかにつなげるのが基本の流れだね。除外できるから、まあ、レゾナンスインセクトとかとは非常に相性がいいぜ。おー、いいぞ、2枚は欲しいからね。シク、かっこいいね。はぁ、結構この箱はビートルーパーの箱っていう感じがするぜ。ふーん、ならばいろいろ引いていきたいところで。おぉ、ビートルーパーはね、結構マスターデュエルでも、デュエリストカップで使ったんでね。さあ、残り3パック。ウルトラレアがね、多分もう1枚入っているぜ。はぁ、ビートルーパーが来るか。はぁ、それともリブロマンサーか。行くぜ。俺のターン、ドロー。粉砕石破壊神。さあ、神のカードが来たぜ。2枚目か。幸先がいいな。オベリスクを引くとは褒めてやる。さすがだ、勇気。で、俺がウルトラレアカードを引いちゃおうかな。リンクか。あるいは。で、あの、アビスオーパー。ああ、ちょっとウルトラレア最後の1枚をいただいちまおうぜ。残り物には服があるんでね。さあ、リンク、やはり儀式、リンクリンク、リブロマンサー、ファイアバーストのカード、2枚目だね。リンクと儀式、両方は青色なわけだが、ガー、ちょっとリブロマンサーも面白そうだからね、組んでみようかね。というわけで、3ボックス目の結果だ。ガー、俺がちょっと宿も引きつつ、なかなか枚数も悪くないんでね、ちょっと一歩リードしちゃったかね。はあ、だが俺も、神のカードを2枚引いたぜ。では、後半戦に行くとするか。はあ、では行くぜ、4ボックス目だ。ドロー。オーベリスクあと1枚ぐらいは欲しいぞ。アブソリュートヘラクレス。ちょっとラーはね、もう3枚引いたから、ビートルーパーをね、ちょっと集めたいとこだね。リブロマンサー、ギークボーイ、3枚目だね。はぁ、まだまだ行くぜ、ラテン新章のカード。シンクロモンスターか。オーベリスク、奴を呼べ。シクでもう1枚来ないか。スカウトバギー2枚目。3枚欲しいからありがたいぞ。ちょっとね、リンク、おっと、これはもしかしたら、やつが来たかね。ファイアースターター。ああ、いいぞということで、儀式だったね。はあ、ビートルーパーのリンクは2体とも光っているかな。だがこれは光っているか。ドロ、はあ、ビートルーパー、インビンシブルアトラス、ビートルーパーのエースカード、昆虫族を2体以上素材とするリンク4モンスター。リンク召喚したこのカードが攻撃力が3000以下の場合、相手の効果の対象にならず、相手の効果では破壊されない。このカードがモンスターゾーンに存在する限り、自分は昆虫族モンスターしか特殊召喚できない。自分フィールドの昆虫族モンスター1体を生贄に、以下の効果から1つを選択して発動できるぜ。デッキからビートルーパーモンスター1体を特殊召喚する。このカードの攻撃力はターン終了時まで2000アップする。普通に出すと効果の対象にならず、効果でも破壊されないからな。結構ね、3000打点もあって、場持ちがいいぜ。打点が上がると耐性がなくなるからな。はぁ。このカードの2番目の効果で打点を上げると5000になるが、その辺はちょっとね、注意が必要だ。デッキからビートルーパーをね、特殊召喚することで、スティンギーランスを持ってきて、マジックトラップをサーチしたり、スカウトバギーを持ってきて、さらに展開したりとね、はぁ。エースモンスターでありながら展開もできる、非常に強力なカードだ。マスターデュエルでも世話になったからな。かっこいいぜ。はぁ、2枚ぐらいは欲しいからな。なかなかね、順調に欲しいカードが揃ってきて、嬉しいぞ。あぁ、いい感じだね。いいぞということで、ビートルーパースティンギーランスのシークレットレア。いいぞ、スティンギーランスはね、まあ2枚でもいいんだけど、3枚入れてもいいぐらい非常に強力なカードなため、シークは嬉しいね。非常にマスターデュエルでも活躍してくれたが、美しいぜ。いいぞ。はぁ、シークレットを引けるとはなかなか運がいいな、マリック。なんかマスターデュエルでね、もう回し方わかっているから、そのカードを紙で引くというなかなか新鮮な感じだね。ガー、回し方がわかってる分ね、よりなんかこう必要枚数とかもわかるし愛着もあるんでね。
さあ残り1パックずつだ。多分ウルトラはまだあるぜ。はあ、アームドホーンを引きたいな。ドロー。はあ、リブロマンサーファイヤーバースト。はあ、3枚目ぐらいか。ふーん、で俺オベリスクを引いちゃおう。うん、天空神のカード3枚目欲しいぞ。天空竜。ああ、やるね、ガイバーセット。俺も光モンが入っているかね。入ってないね。4ボックス目の結果だ。ガー、やはり飼育を引けて嬉しいね。スティンギーランス3枚揃ったぜ。はーん、さらに俺はインビンシブルアトラスを引けたからな。いい感じだぜ。ふーん、スカウトバギーに天空神、必要なカードが引けた。さあ最後のボックスに全速前進だ。さあラスト1ボックスだ。このドローで俺の運命が決まる。ドロー。ふーん、やつを呼べ、やつを。ふーん、神を。ふーん。ああ、俺はね、ラー3枚引けてるから、高みの見物と行こうかね。おお、死んだった。おお、が 4枚目ということで、なかなかね、ラーが来ているぜ。おお、いいぞ。はあ、このパックには神が眠っているかもしれないぜ。オベリスクか。オシリスか。ふーん、引けるか、オベリスク。ふん、天空神の方、ふん、4枚目、オシリス。アブソリュートヘラクレス。ああ、こうなったらね、オベリスクも引きたいとこだね。リブロマンサー、ゲイクーボーイ、多分4枚目ぐらいかな。はあ、シークレットとウルトラ、この辺がどうなるかが気になるところだ。ふん、引けるか、ドロー。ふん、オベリスク。やつが。ああ、いいぞ。エクゾディアが出る可能性もあるんでね。おーと、リブロマンサーファイヤーということで、こいつがシークレットレアだね。特殊召喚しつつ、リブロマンサーモンスターをサーチできるということで、かなり初動に欲しいカードっぽいぜ。サイバースだからね、マイニングとかでもサーチできるね。はー。ふーん、来るか。ふーん、アームドホーンが来たぞ。2枚目ウルトラエガ。ふーん、ちょうど2枚欲しかったから、こいつは嬉しいぞ。ふーん。ガー、やるね、カイバセと。さあ、あとはオベリスクかね。さあ、正真正銘最後の3パックだ。さあ、神は入っているか。ドロー。ふぅ、スティンギー、はぁ、スティンギーさん、これで、あ、結構あれだ、5枚目ぐらいか。はぁ、来ているぜ。ふぅ、なかなかスティンギーランス強力ではあるが、ふぅ、オベリスク。じゃあちょっとね、俺が最後の1枚で締めさせてもらうぜ。ナイトエンドアドミニストレイター。ユーロマンサーファイアースターター。ビートルーパーライトフラッパー。エイペックスプレデション。クーブ。最終結果だ。最も多くのポイントを集めたデュエリストは、俺の勝ちだ。バカだー。うわー、やはりね、シークレットの真なる太陽神ラーを引きたのが大きかったね。まあ結構枚数自体も俺が圧倒的だが、ああ、いいぞ、これが神の力だ。ガーというわけでね、今回のキングオブデュエリストは俺だ。これがね、神の力なんでね、オベリスクとは神の中でも格が違うんでね。ああ、いいぞ、ラーの翼神竜。では商品のホワイト特殊ップクッキーはいただいていこうかね。スフィアモードという感じで。ガー、3つあるぜ、3つね。ガー、ちょっと1人じゃ食べきれないから、みんなで食べようかね。ふーん、やったぞ。ふーん、やったぜ。ガー、いいぞ、スフィアモードが2体。いただきます。うまいね、はーん、うまいね、ふーん、うまいね、ほん、神かね。がー、今回はね、かなりいい感じに神のカードが引けたわけだが、これで、ね、新しいラーデッキが強化されるぜ。ああ、いいぞ、ゴッドフェニックスが出しやすくなるからね。はーん、オーシリスデッキもな、オーシリスのパワーを相当出しやすくなるぜ。ふーん、オベリスクもな、ソウルエナジーマックスを決めやすくなったが。がー、まあ、他はあれだね、ちょっとエクゾディアがね、なんかこのボックスというかプリズマティックね、シークレットレアシールド入っているという噂だったが、1枚も当たらなかったね。なんか1パックに全部入っている、なんか超低確率でね、1パックにエクゾディアのプリシクが全部入っているという、そういうやつもあったらしいが、見ることはできなかったね。はぁ、欲しかったね、じいちゃんのカード。ふん、エクゾディア、ふん、奇跡を起こすことはできなかったぞ。
はあ、なんかちょっとなんかエクゾディアのプリシクトクであれちょっとワクワクするんでね、なんか安かったらちょっと買ってみたいが、ガーガー、神のカードは大体手に入ったんでね、来週はちょっと神のね新しいラーデッキでデュエルをしていこうと思うぜ。というわけで俺はこれでターンエンド。ああ、いいぞ、美しいね。海外仕様のシークレットはまた日本版とは違った趣があって、ああいいぞ。